今まで発売されたレゴシーの中でもこれ結構お気に入りかもしれない。レレレレレレレ。皆さんこんにちは。ジェイソンレゴビルダー。ヒロイエだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴシティポリスヘリコプターの追跡です。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは今年のトイザラスのブラックフライデーセールで購入したレゴシティです。お値段が確か2600円か700円ぐらいだったんですけど、半額の1300円で買いました。めちゃくちゃ安かったです。僕はこのレゴシティで一番楽しみにしてるのはこちらのマグネットです。前々からレゴシティが結構進化してるので、こちらを組み立てるのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、箱の後ろはこんな感じです。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で4つと、説明書が3冊とシールドシートが1枚です。はい、それではレゴシティポリスヘリコプターの追跡を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。個人的に今回のレゴシティなんですけど、割とどれも思ってたより大きいです。では今からこちらのシールを貼ります。せーので、完成。レゴシティポリスヘリコプターの追跡です。おお、やっぱね、かっこいい。僕の中でレゴシティといえば結構シール使うんですけど、今回貼ったシールの枚数も割と少なくて、1枚1枚が大きかったのでとても貼りやすかったです。そして今回のこちらのレゴシティのセットにミニフィグが4台と乗り物が4台ついてます。はい、そして今回付属するミニフィグは全部で4体あって、そのうちの2体には名前があります。まず一番左がサムで、右から2番目がスネークです。待たせたな、の方のスネークじゃないです。はい。まあ当たり前ですよね。はい、まずこちらがサムで、全体はこのようになってます。例えばレゴシティポリスでこういった名前のついているミニフィグありますよね。レゴシティのミニフィグのプリントパーツってめちゃくちゃいいですよね。バイザーがこのように動きます。はい、続いてこちらがスネークです。全体はこのように
やってます。あのスネークのミニフィグなんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。で見た感じ西部劇のガンマンを彷彿とさせます。左手にはバールを持ってます。右目に眼帯してる時点で完全に盗賊団のボスですね。後ろにはドルのプリントパーツがあります。はい、続いてはこちらの犯人です。ちなみにこの犯人はおそらくスネークの部下だと思います。はい、全体はこのようになってます。今回の犯人は助手です。あのレゴシティといえば囚人番号や車の番号がセットの番号になってるんですけど、これは完全に今回のセットの番号じゃないですね。はい、そして最後はこちらの警察官です。これはおそらくサムの部下です。全体はこのようになってます。今回こちらはいかつい顔をした父兄さんになってます。いや、このミニフィグのプリントパーツめちゃめちゃかっこいいな。あの胸についているこちらのトランシーバーなんですけど、なんと後ろまで繋がってます。こういう芸コマが本当に素晴らしいです。はい、続いてはこちらの逃走用バイクと警察のバギーカーです。まず警察のバギーカーについてなんですけど、よくあるレゴシティのバギーカーですね。はい、全体はこのようになってます。まあ、これといって新しいところはないですね。続いてはこちらの逃走用のバイクです。全体はこのようになってます。逃走用のバイクめちゃくちゃかっこいいな。僕バイクについてはあんま詳しくないんですけど、なんか中型車とか大型車でこういう形のバイクありましたね。はい、僕の家にあるバイクと比較するとこんな感じです。うわ、造形が全然違います。こっちはハンドルが一体化してるんですけど、今回はハンドルは別パーツとなってます。ライトは今回別パーツとなっていて、僕が持ってるものはそもそもライトがありません。ではバイクにミニフィグを乗せます。乗せ方はいつものバイクと一緒です。まず立たせて、その後手首を回転させてハンドルを持たせます。はい、乗せてみるとこんな感じです。では続いてはミニフィグをバギーに座らせます。これも今まで発売したバギーと一緒です。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、続いてこちらが泥棒の逃走車です。今回泥棒の逃走車めちゃめちゃかっこいいです。屋根の部分にブルドッグの顔があります。横から見るとこんな感じで、いつもの車なんですけど、今回後ろにダイヤモンドがあります。後ろはこんな感じです。表面はこのようになっていて、車の番号は今回のセットの番号になってます。タイヤがありますので、このように転がし走行で遊べれます。でさらにここが開いて、中になんと宝石があります。ちなみに宝石の色はこちらです。で、犯人の逃亡者の車の上にマグネットパーツがあります。ではミニフィグを乗せます。まずこの屋根を取って、ここにミニフィグを座らせます。今回この車すごいのは、後ろにちょっとスペースがあるんですよ。はい、こちら、このスペースがあることによって、今回付属するこちらの髪の長いミニフィグも問題なく乗せることができます。こういうところが素晴らしいです。はい、乗せてみるとこんな感じです。ちなみにこちらのドアはこのように開きます。はい、そして最後はこちらの警察のヘリコプターです。僕結構レゴシティのヘリコプターとか持ってるんですけど、今回僕は初めてポリスのヘリを作りました。大きさ的に近いのであれば、結構前にレビューした救急ヘリコプター、あれに近いかなと思います。横から見るとこのようになっていて、ナンバーは03になってます。正面から見るとこんな感じです。上から見るとこのようになってます。上のプロペラがこのように回転します。後ろのプロペラもこのように回転します。そしてこちら側にはメガホンがついていて、左側に手錠がついてます。ではミニフィグを乗せます。乗せ方はまずここの機首の部分を取ります。中はこのようになってます。中の作りは結構さっぱりしてます。あ、ちなみに今回こちらのヘリコプターは最大2人まで乗れます。今回は1人だけにします。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、それでは今回のレゴシティの最大のギミックのマグネットブロックについて説明します。まずこちらがマグネットパーツです。裏面はこのようになっていて、磁石のマークがあります。中に磁石が入ってます。ではヘリコプターに取り付けます。ちなみに取り付ける際はこちらが正面になります。ここにセットして、反対側もセットします。はい、取り付けるとこんな感じです。ではマグネットブロックを使います。おー、すごい。はい、このように犯人の車をマグネットブロックで捕まえることができます。あの、今まで発売されたレゴシティの中でもこれ結構お気に入りかもしれない。さらに言うと、このマグネット自体が結構強力なので、こんな感じで振っても落ちません。ただ結構激しく振っちゃうと落ちます。これでも落ちないので、マグネットの中は強力磁石が入ってるのかな。
逃げる犯人の車をマグネットで捕まえて、このまま持ち上げて警察署へ直行。このギミックはすごい面白いです。なんか個人的にアバレンジャーでトップゲイラーがステゴスライドを捕まえるシーンにちょっと似てます。はい、レゴシティポリスヘリコプターの追跡はこんな感じです。はい、ということでレゴシティポリスヘリコプターの追跡を組み立ててレビューしていました。僕も久しぶりにレゴシティを組み立てたんですけど、今回のレゴシティはめちゃくちゃ面白かったです。まずなんといってもこのマグネットギミックが思ってたより結構良かったことです。てっきりマグネットの磁力弱いんじゃないかなって思ってたんですけど、結構しっかりしていて全然落ちなかったので、これはいいと思いました。こちらはブラックフライデーセールで1300円で買ったんですけど、これはめちゃくちゃお得でした。ちなみに僕はレゴシティはあんまレビューはしないんですけど、建物系やこういった乗り物系のレゴシティは気になったものがあれば買って組み立ててレビューしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。